そしてドアラさんにご登場いただきましてスペシャルイベントを行っていきたいと思います。本日の司会進行を務めさせていただきます、中日ドラゴンズ場内アナウンスの山口由香と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日ですね、撮影していただけるということですので皆さんね、もう準備万端かと思いますが、後ろの方のご迷惑にならないようにだけご協力をお願いいたします。それでは皆さんお待ちかねですので早速ご登場いただきたいと思います。まずドアラさんです、お願いします。あれドアラさんと本田博樹選手です。まずドアラさんご登場いただくはずだったんですけど連れてこられちゃいましたじゃあこのマイクでお願いします。はい、じゃあご登場いただきました近藤博樹選手です。大きな拍手をお願いします。じゃあ近藤選手ご挨拶をお願いいたします。ご結婚されたんですかね。はい、明けましておめでとうございます中日の近藤博樹です。今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますお知り合いが多いとのことですがたくさんいらっしゃいますかではこちらにお願いします。あ、その前にですねまずイオンモールのお客様から近藤博樹選手に花束の贈呈を行いたいと思います。ではお願いします。博樹颯太さんです。ドラゴンズの帽子で来てくれました。では贈呈をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、応援のメッセージもいただきました。じゃあ博樹颯太さんありがとうございました。野原さん握手してもらえなかったですかはい、良かったですね。はい、ありがとうございました。では早速ね、お話を伺っていきたいと思います。ではお座りください。はいではお正月ということですが何かお正月らしいことはされましたか。ドアラさんもね、はい、書いてくださいね。自分はそうですね、ガキ使を見ながら年越ししましたけど、はい12時過ぎて眠たくなったんですぐ寝たんで、はい、本当お餅食べてテレビ見てしかしないんでそこまで実感ないですけど、はい、まあ、ドアラよりはいい年越し遅れたかなとは思ってますね。そんなドアラさんは自分もいい年越しをできましたか。ガキつかみて餅食べてもちは食ってない。あ、食パンですかね。あれあれ、ラーメン食った。年越しそばじゃなくてラーメン食べたんですか。なんかドハラさんのトークショーみたいになっちゃってますけど近藤選手も何か中華そば。近藤選手何かコメントをお願いします。マイクを使ってコメントしてください、はい、どうですか。まあいいんじゃないでしょうか。もともとお二人はなんかあれですか、面識とかあるんですか。そうですね、仲良くはさせていただいてますね。はい、はい、さっきね、腕組んで結婚しましたみたいな感じでねご登場いただいて。そうですね、はい、ちょっと抵抗はありましたけどね可愛がってます。先輩ですもんね、ドアラさんね。トレーニングはいつ頃からされるんですか。トレーニングはもう明日からですかね。明日からやります。はい、はい、頑張ります。ドアラさんは今年バク転
大丈夫そうですか？トレーニングはいつ頃から始まりますか？自分も明日から近藤選手と共に頑張ります。はい、ぜひね、近藤選手と田原さんのね、バク転の応援を今シーズンもよろしくお願いします。はい、では早速ね、野球のお話も伺っていきたいと思いますが、2017シーズン振り返ってみてどんな1年でしたか？まあそうですね、自分の中でしっかりやりたいことはできたので、うん、まあ、結果もまあそこそこ出せたかなっていうのはありますけど、うん、ただ、まあ、1軍にいる期間が短かったので、はい、まあ、もっとアピールしないといけないかなっていうのは感じました。はい、1軍での出場が14試合にとどまって、まあ、ウエスタンでの出場が多かったんですかね。はい、そうですね、はい、でもウエスタンは2年連続優勝争いしてますもんね。はい、はい、どんな雰囲気で戦ってるんですか？いや、すごい雰囲気はいいですね。やっぱりその勝ちにこだわって全員がやっているので、はい、まあ、そのファームの時はスタメンを譲る気もありませんし、うん、みんながいいそのライバル意識を持ってやれてるんじゃないかなっていうのは思います。はい、まあ、小笠原監督、どんな監督ですか？まあ、本当にそうですね、もう監督らしいと言いますか。ドアラさんのカンペ見たいですか？今見えた人います？ドアラさん見せてください。小笠原監督どんな監督ですか？停止。そう、1月8日にイオンモール名古屋ドーム前でね、小笠原監督のトークショーがあるんですよ。だからここでね、出したことは伝わります。なんて書いてありました？ヒゲって書いてあったので。まあそうですね、そんな一文字じゃ言い表せない監督ですよね。口が滑っても言えないんで。急いで書いた感満載ですね。はい、もちろん立派な方です。今シーズンはね、一軍出場を増やしていただいて、ドアラさんより出場していただいて、そうですね、はい、そういうふうに言われたらもう出るしかないですから。そうですよね、負けん気ですよね。はい、ね、負けん気でいこうかな。ただ一個言いたいことは、はい、まあ、バク転をするじゃないですか。はい、最後の方ちょっと簡単なやつしかね、やってなかったんでね、うん、よく見てますね。見てます、見てます。まあ、成功はしてますけど、はい、まあ簡単なんで。あれじゃ成功とは言えない。まあそのちょっとお気に入ってる感がすごいですよね。まあ今年はちょっともうちょっとひねったりとか自分でもできるかなっていうのをちょっと見てて思うんで、ね、もうちょっとひねってほしいですね。そうですよね、はい、やってみて、やってみて。大変なんだって。すごい気持ちが入ってますけど、字に。大丈夫ですか？でもまあ明日からそのね、ひねって頑張っていただきましょう。トレーニングってこんな感じなんですか？こんな感じでいいと思います。明日からじゃあ近藤選手とドアラさんで頑張ってください。はい、今シーズンの目標というか、まあ、今シーズンどんな1年にしたいですか？しっかりキャンプからアピールしていきたいなっていうのは思っているので、はい、そうですね、まず開幕に1軍にいたいっていうのはありますね。まあ、でもそのレギュラーを取りたいっていう気持ちは強いので、はい、まあそれをするためには1軍に定着をおのずとしていかないとダメだと思うんで、うんうん、まあ、しっかりこのオフの過ごし方はやってきたつもりなので、うん、期待してみててください。はい、ぜひ応援をよろしくお願いします。ビールかけ優勝ですよね。優勝日本一、2回ビールかけしたいですよね。はい、オフシーズンはどうですか？オフに入って、まあ、すぐ宮崎フェニックスリーグに参加されて、その後名古屋球場で秋季キャンプがあって、あっという間ですか？そうですね、あっという間ですね。やっぱり、うん、そうですね、休みの期間も1日1日過ぎるの早いので、はい、まあ、やっぱ1年あっという間なので、本当シーズン入ったら1日1日を、うん、まあ、大事にやっていかないとなっていうのはすごい感じますね。はい、はい、
いことですよ、ドアラさん。嬉しいことですね。はい。今日もドアラさん、実はですね、近藤選手とのトークショーが終わった後に写真撮影会やるんですよ、16時から。今日長いんです、ドアラさん。やります、やります、16時からやります。頑張ってください。オフシーズンどうですか、イベントとかも多いですか？そうですね、結構ありますけど、はい、まあ、楽しくやらせていただいているので、はい、まあ、有意義な時間になってます。うん、はい、野球教室にもね、参加されたということで、どうされましたか？知り合いの方いらっしゃいますか？大丈夫です。野球教室でね、お子さん教えてみていかがでしたか？野球教室で、まあ、教えてたんですけど、はい、最近の小学生ちょっと混ぜてるんですかね、はい、自分がバッティングしてて、はい、ちょっと右肩下がってるって言われたので、あら。ちょっと来年は右肩下がらないで気をつけようかなと思います。その時は何ておっしゃったんですか？右肩下がってるって言われて。ありがたね、できました。優しいですね。そういう時はバッティングを教えるんですか？守備とかも教えるんですか？バッティングも守備も両方教えますけど、うん、やっぱり多分バッティングの方がみんな好きなので、はい、そうですね、バッティングがすごい熱心に聞いてくれますね。はい、何か書いております。心のトレーニングを教えたい。ドアラさんの心のトレーニング教室やりますか？でもオフ忙しくて休む日もないんですよね。できますかね？参加したい人、意外といますよ、ドアラさん。手挙げちゃダメだと思います。実現しちゃいますね、これは。はい、やりたい人。あ、ちょっといる。じゃあこれは個人で結構密着して教えれるんじゃないですか？いい？やめときますか？じゃあオフシーズンのことで、ドアラさんから近藤選手に質問はありますか？今日のことですね。今日の朝は何食べた？ダヘタ。何ダヘタ？何食べた？はい。今日ですか、はい、今日に限ってちょっとちゃんとしたもの食べてないんですけど、はい、ちょっと昨日ご飯を炊きすぎてしまったので、はい、ご飯とちょっとお茶漬けみたいな感じで。ご飯とお茶漬け？ご飯をお茶漬けにして食べただけなので、はい、聞くタイミングが悪いです。いつもはどんな朝ご飯を召し上がってるんですか？しっかりお餅と、はい、そうおかずとか、はい、ご飯と何かとかあるんですけど、はい、聞くタイミングが悪いです。自炊されてるんですか？自炊はそうですね、うん、ちょこちょこですね。ちょこちょこ簡単なものを、はい、あんま作れないんでね。健康的ですね。これが言いたかったから聞いてきたんですかね。はい。逆に近藤選手からドアラさんに質問はありますか？質問ですか？はい。待ってますよ。じゃあオフシーズンにどこか旅行に行きましたか？結構行かれてますね。仕事では福島、東京など一緒に行かれた方もいらっしゃるんじゃないですかね。お仕事で遠征とかされた時は何かそこの名物とか食べられたりするんですか？そう、
そうですね、基本的にやっぱ食べますね。うん、一番好きな遠征先は はい、ありがとうございます。一番やっぱ博多。博多、美味しいですか。美味しいですね、もつ鍋も美味しいですしね、蜜炊きも美味しいし、はい、食べ過ぎて、博多が一番美味しいですね。行くか。コアラと。あ、そういうことですか。行くか。行くか。血が汚い。あら、一緒に行かれる人。あー、いますね。ありがとうございます。なんか今行かれる方にぜひこれ食べてほしいってなります？いや、もつ鍋やっぱ食べてほしいですけど。もつ鍋、はい。博多、あ、違う。屋台。はい。岡本っていう。屋台があるので、そこのラーメンは食べた方がいいです。じゃあ皆さんぜひそのね、行った際にはラーメン屋台の岡本、はい、そうでラーメンを召し上がってきてください。どんな味なんですか。豚骨ですか。豚骨です、うん、ちょっと癖がありますけど、まあ、美味しいので一回食べてみる価値はありますね。はい、ぜひ、ね、食べてきてください。イオンモール秋田の好きなお店目の前ですね。近藤選手は昔からイオンモール秋田よく来られるということで、はい、そうですね、はい、おすすめのお店などはありますか。おすすめですか、はい、いやマックはでもやっぱおすすめですか、うん、難しいですよね。服とかってどちらで買われるんですか。服ですか。いや気に入ったのがあれば買います。だから知らんそれがやっぱすごいので、いいですね。はい、おすすめか。全部おすすめなので、はい、まあ、皆さん一個一個回っていただいて、はい、一軒一軒で買っていただければいいんじゃないかなと思います。じゃあこれが終わったら皆さんね、一軒一軒巡っていただいて、一軒一軒ね、いろんなところでお買い求めいただきたいと思います。ではプライベートのことなんですが、インスタグラムも、はい、やられてまして、はい、92年会とかでね、はい、92年生まれの世代が集まった会とかをねやられると思うんですけど、その会はいつ始まったんですか。いつ。はい、自分が入団してからですね。自分の入団した年が同級生が多かったので、はい、それからやるようになって、でどんどん毎年増えていってっていう感じですね。漢字は誰がやってるんですか。漢字は三俣が。三俣選手。はい、そういうのは多分好きみたいなんで、はい、三俣に任せてます。はい、ドアラさんは何とか会とかやらないんですか。富士会は好きです。呼んであげてください、近藤選手。気が向いたらです。今度ね、今度。はい。では質問コーナーに行ってもいいですかね。いいですかね。はい、質問コーナーに行きたいと思います。まず初めはドアラさんから近藤選手に質問をしてもらいたいと思います。はい。何の質問でも大丈夫ですか。はい。はい、何でも答えます。もらいましたか。呼び捨て。サンタから呼び、はい、サンタからもらいましたか。はい、はい、どうでしょう。もらいました。あら、何をもらったんですか。ネックレスをいただきました。あら、でも1年間いい子にしてたので。そうなんですね。え、はい、24歳になってももらえるんですね。はい、もらった。もらった。サンタさんからもらった。もらってない。サンタさん、あげてください、ちゃんと。いい子にしてればね、24歳になってももらえるんだって。いい子にしてたのにね。
なんででしょう。忙しかったんですかね。はい、サンタさん忙しかったんですね。忙しかったですね。ちょっと寒かったですしね。はい、こんな感じで桑田さんみたいに近藤選手に質問をファンの皆様からしていただきたいと思います。では近藤選手に質問があるよっていうファンの方手を挙げてください。はい、では大きい声で言ってくださいました。僕も野球をやっていて外野をやっているんですけど、外野の守備のコツを教えてください。外野の守備のコツ、そう、外野の守備のコツね、外野の守備のコツ、結構あれ技術面はね、センターやってるんです。センターのことを教えてください。センター、やっぱり外野で一番大事なのはやっぱセンターになってくると思うんで、一番大事なのはライトとレフトとコミュニケーションが取れるようにっていうことで、まあ取れるようになるとか投げれるようになるは練習、自分の努力次第だから、あとはしっかりとにかく準備をしてやれば取れると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では近藤選手からサイン色紙のプレゼントをしていただきたいと思います。はい、おめでとうございます。もうありがとうございました。ね、ドアラさん質問答えてたのにね、聞いてもらえなかったですね。ちょっと寂しいですね、ドアラさん。じゃあめげずに行きましょう。2人目、はい、質問したよ友達。じゃあさあ、女の子行きましょうかね。ドアラさんの耳をつけたドアラさん、これは来るんじゃないですか。あ、マイク、はい。食べ物なんですか。好きな食べ物はたくさんあるんだけど、今はやっぱお餅が一番好きかな。お餅好きですか。お餅好きかな。好き。じゃあいっぱい食べてね。近藤選手どれくらい食べるんですか。お餅ですか。はい、1日だったら10個ぐらいは食べたいかな。いっぱい食べますね。食べたいですね。はい、いっぱい食べると大きくなれますね。はい、はい、醤油で海苔を巻いて食べたい。食べたことある。わかんないよね。わかんない。何言ってんだろう。はい、じゃあ近藤裕樹選手からサイン色紙のプレゼントです。お願いします。はい、ありがとうございます。とわらさんグッズたくさんねつけてきてくれました。はい、ありがとうございます。ドアラさん、あんなにドアラさんグッズいっぱいできてるのに。あら、握手したいそうです。ありがとうございます。大丈夫ですか。ちょっとね、難しかったですね。じゃあ3人目いきましょう。後ろの方で、じゃあ近藤選手のひろき67で持ってきてくれてる女の子いきましょうか。野球を始めたきっかけは何ですか。はい、きっかけは何でしょう。野球始めたきっかけは、はい、まあ、野球が好きだったのでそのまま始めてたんですけど、はい、その少年野球チームに入ったきっかけが、はい、自分きっかけがなくて、はい、父親と小学校にキャッチボールしに行って、その時にたまたま少年野球チームをやっていて、その流れで入ったので、はいはい、物心ついた時から、そうですね、最初からも野球が好きだったんですね。はい、野球はずっと好きでした。はい、ちなみにパワプロは出られました？パワプロなんですか？パワプロ
やってました、はい、まあまあ強いですよ。パワプロきっかけってことにしときましょうか。パワプロきっかけきっかけ、はい、パワプロきっかけですはいじゃあ前の方に来ていただいて、神田選手からサイン色紙のプレゼントをお願いします。ありがとうございます。よかったらドアラさんとも握手していきませんか大丈夫はい、ありがとうございますちょっと怖いですけど優しくしてくださいね、ドアラさん、お願いしますよ。はい、ありがとうございます。では、次質問したい人、じゃあ、白服の男の子いきましょうかね。白い服、帽子付きの白い服、はい、お願いします。森監督は怖いですか？どうですか？ドアラさん、どうですか？ああ、いい答え。パパよりは怖いらしいよ。パパ怖い？怖くない本当にお父さんですか？でもドアラはドアラは怖いっていうことですよね。そういうことですね。自分は怖いとかじゃなくて、うん、人としていい人だと思うから、うん、怖いとかは分かんないノーコメントに。ドアラさんやっちゃいましたね。はいじゃあ神田選手から最終機種のプレゼントをお願いします。ありがとうございます。はい、ドアラさんとマークシ、ありがとうございますダメですよ、ドアラさん優しくね、優しくしてください。はい、ありがとうございますそれでは最後に質問したい人、どうしようかな。じゃあね、近藤選手のユニフォームを持ってきてくれてる、はい、お兄さん、はい、手挙げてましたかね。はい、じゃあ近藤選手の刺繍入りのユニフォームをお持ちの方、お願いします。いろんな選手と投手と対戦してると思うんですけど、苦手な投手って誰ですかね？苦手な投手、はい、悩んでますね。苦手な投手ね、苦手の投手という前にまず得意な投手がいないのでどうしようかなと思いますけど、でも基本的に自分はやっぱ左ピッチャーの方が好きなんで、そうですね、右ピッチャーですかね。右ピッチャー苦手ですけど難しいですね。苦手なピッチャー、やっぱ右ピッチャーで、うん、右のやっぱ球の速いピッチャーとかは苦手かなと思いますけど、あんまり言い過ぎるとね、バレちゃうから、いや、バレるというか、はい、苦手なピッチャーの時に出してもらえなくなっても困るので。あ、そうですね。苦手なものはありません。いや、苦手なものはありません得意ですね、みんな。そうですね、はい、得意です。打てばいいんですもんね。相手は誰でも打ちましょう、はい、気持ちで負けなければいいと思うんです、はい、そうですね、気持ちで勝ちましょう。はい、はい、梅干しですか？何でしょう？すいません、ちょっと前に、ね、出にくいと思いますが、ゆっくり、ね、出てきてください。はい、ありがとうございます。はい、ドアラさんともありがとうございます。お水は大丈夫そうですね。はい、ありがとうございます。では次はクイズ大会に行きたいと思います。まずは皆さんに
ドアラさんから近藤選手に関するクイズを出していただきます。まだ近藤選手もどんな問題が出るか分かりません。はい、ではドアラさんお願いします。もう書くところはない、書くところなくなっちゃいましたか。ありました。はい、よかったです。森さんの悪口書いてるいっぱい書きすぎてページなくなっちゃいましたね。クイズのことって何でしたっけ書いてありますよ。1問目はドアラさんからって書いてあります。聞いてないよってここにあります書いてありますね。これ1問目はドアラさんからフリップにて、はい書いてありますね。見えますか。はい、じゃあはい、お願いします。はい実はですね、クイズがもう2個ね横に書いてあるんですけど、そのもともと書いてある方ドアラさん書きました。関連でしょ。焦ってます。見てくださいこれ。台本通りに今物事を進めております。はい、あ、喋っててください大丈夫ですかね、ドアラさんね。これ、あれですけど、クイズ変えます。どれですか。もともと出そうとしてて変えますか。まあ、いいですか、このまま行きますか。はい、はい、行きましょう。あ、また違うこと書いてません。あんまり言うともうパニックになっちゃう。あ、もうそれにしましょう、それにしましょうそれにしましょう、それにしましょう。はい支配下登録される前の背番号は何番でしょう。じゃあドアラさん当ててください。はい、私当てます。じゃあ白いジャンパーの女性の方。はい、213番はい、正解です、はい、はい、おめでとうございます。近藤選手からプレゼントですね。はい、これはドアラさんのサイン入りのうちわなんですけど、いいですかいらないって言われてますけどいいですかねサイン入りのうちわでした。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあドアラさん書いてるんで、ドアラさんからの出題にしちゃいましょうか。全部じゃあ5問ですかね。ラスト、ラストの問題です。はい、プロ初ホームランは対何戦だったでしょう。じゃあ後ろのお父さんいいですかね。はい、阪神戦、どうですか。正解です。はい、正解です。おめでとうございます。さあ、ドアラさんのサイン入りの大きい方のうちわをプレゼントです。はい、すいません、後ろの方からありがとうございます。はい、おめでとうございます。ドアラさん、ありがとうございました。ただいまの時間から抽選会の時間に移っていきたいと思います。はい、お預かりしますね。ありがとうございます。本日朝
抽選券を200枚先着でお配りしております。皆さんお持ちですか？持っている方出してくださいね。今から近藤選手に、抽選券引いていただきますので、当たった方にはプレゼントありますので前に出てきてください。じゃあ、はい、近藤大樹選手のサインボールなので、じゃあ10枚引いてください。10枚一気に引いてください。じゃあ順番に行きますよ。6番の方、6番の抽選券お持ちの方いますか？はい、じゃあ前に出てきてください。145番の抽選券お持ちの方、145番、ないですかね。はい、ありがとうございます。6番の方、サインボールのプレゼントでした。ありがとうございます。お願いします。じゃあどんどん行きましょうか。その次の方はドアラの耳プレゼントです。これもサイン入りです。はい、はい、お願いします。50番、50番、ドアラの耳、50番の方です。はい、いらっしゃいますね。はい、両サイドありがとうございます。ではスティックバルーン、ドアラの手、これもサイン入りです。何番でしょう？40番の方です。40番の方、はい、いらっしゃいましたね。あと、はい、あと2つです。ドアラさんに引いてもらいたいと思います。はい、預かります。ありがとうございます。すいません、皆さんご協力ありがとうございます。はい。ありがとうございます。これが40番のお姉さんに、はい、はい、ありがとうございます。確認して、はい、 OK ですね。ありがとうございます。あと2枚引いてください。お願いします。さあ、スティックバルーン、ドアラの手、2人目、94番、94番、はい、あ、いましたね。最後、はい、お願いします。ごめんなさい。86番の方、86番の方かな。大きいうちは86番いました。はい、ありがとうございます。前の方でよかったですね。はい、じゃあ最後のいいです。あら、お母さん戻っちゃったんで。もう連れて帰るしかないですね。返しますか？最後にね、ほんわかタイムですね。いいお正月ですね。はい、ありがとうございました。最後に可愛いお友達が出てきてくれました。近藤選手、ドアラさん、ありがとうございました。お手伝いしていただいてすいません。ありがとうございます。ではですね、最後に近藤選手とドアラさんから皆さんにメッセージをいただきたいと思います。近藤選手、お願いします。ありがとうございます。お願いします。来年はしっかり活躍できるように。今年はしっかり頑張りたいと思います。その試合に出てる時に、その皆様が見ていて期待できるような選手に成長できればなっていうふうに思いますので、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではドアラさん、お願いします。早い。でもみんな嬉しそうだからいいですね、ドアラさん。はい。名残惜しそうですが、ドアラさんはね、この後また16時からこちらで写真撮影大会を行いますので。
10分前から整理券配り始めますので、皆さんまだね、この後もね、日を盛る暑さで一日遊んでいただきまして、中止が出てこない。消えましたね、これ。あ、来てきた。やります、捨ててやります。皆さん来てくださいね。はい、それでは近藤選手、ドアラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。連れて帰っていただいてもよろしいですか？一緒に。一緒にいいですか？すいません、お手数おかけしますが、はい、よろしくお願いします。拍手でお送りください。近藤選手、ドアラさんでした。ありがとうございました。はい、無理やり積んでいっていただきました。はい、皆さんありがとうございました。ノアラさんがどれだけ中止といっても必ず4時から写真撮影を行います。10分前からこちらの会場で整理券をお配りしますので、ノアラさんと、ね、写真撮影したい方はこちらにお集まりください。はい、皆さん朝早くからこちらご来店いただきまして誠にありがとうございました。一軒一軒で、ね、巡っていただいて、いろんなお買い物楽しんでいただきたいと思います。この後もイオンモールアスタで楽しくお過ごしください。ありがとうございました。